スコアの表紙ドンファンとレポレット、石の客は、アレクサンドル・プーシキンが1830年に発表した儀曲をもとに、アレクサンドル・ダルゴム・イシスキーが作曲した前三幕からなるロシア語のオペラ、ドンファンの伝説をもとにしている、ダルゴム・イシスキーの代表作である。プーシキンの石の客は1830年に発表された、 小悲劇の中の一編でモーツァルトの作曲したドン・ジョバンニと共通するところもあるが、話やドン・ファンの性格はかなり異なっている。ダルゴム・イシスキーの石の客は彼の4番目のオペラでプーシキンの擬曲から新たにリブレットを作ることをせず、可能な限りプーシキンの言葉をそのまま音楽化したものである。オペラの伝統的な形式を廃止。 実際の言葉から音楽を合わせるリアリズムは、ルサルカ以来のダルゴムイシスキーのオペラの特徴になっている。完成前の1869年に作曲者が死亡してしまったため、セザール9位が放出完成し、ニコライ・リムスキー・コルサコフがオーケストレーションを施したバンガ1872年2月16日に、サンクトペテルブルクのマリンスキー劇場でナプラブニクの 四季によって初演された。ヒョードル・コミッサル・ジェフスキーが、ドン・ファン、オシップ・ペトロフが、デポレット、ユリア・プラトノバが、ドン・ナ・アンナ、イバン・ベルニコフが、ドン・カルロスを演じた。あと2898年から1902年にかけて、リムスキー・コルサコフは、改訂を行い、オーケストレーションもやり直した。1903年には新たに、前奏曲を追加した。 現在通常演奏されるのはこの改訂版である。しかし、ダルゴムイシスキーがわざと汚い音に作曲した決闘の場面の音楽は改訂版では作り替えられてしまった。オペラは完成前からほとんど伝説的な高い地位を与えられていたが、現実に上演されることは少ない。ドン・ファンは、騎士長、ドナルバーロ殺害の罪によって追放されていたが、密かに戻ってきて、 住者レポレットと共に、マドリード郊外の修道院に隠れる。騎士長の未亡人であるドンなアンナが毎日、修道院にある騎士長の墓を訪れていることを知った、ドンファンは、彼女を誘惑しようと考える。マドリードの街に忍び込んだ、ドンファンはまず元の恋人である女優、ラウラのところにやってくるが、騎士長の兄弟ドンカルロスと鉢合わせしてしまう。ドンカルロスは、 ドンファンに決闘を申し込むが、決闘でドン・カルロスは殺される。ドンファンは修道士に変装して修道院に忍び込み、ドンナ・アンナを誘惑することに成功する。ドンナ・アンナの家を翌晩訪れる約束を交わす。ドン・ファンは自分がドンナ・アンナの家にいる間、墓地の騎士長の像を家に招こうというが、像が頷いたのでドン、ファンとレポレットは恐れる。 ドンナアンナの家で一夜を過ごしたドンファンは自分の正体を明かす。ドンナアンナは彼が夫の騎士長を殺した犯人であることを知るが、すでに彼を愛してしまっていた。ドンナアンナがドンファンにキスすると騎士長の像が家にやってきてドンファンを地獄に引きずり込む。ありがとうございます。